アンドラッチは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、マヨルカ島西部に位置し、パルマデマヨルカ都市圏に含まれている。アンドラッチ城自治体名と同名のアンドラッチ地区が、中心地区であり、アンドラッチ地区は、トラムンターナ山脈南端部の内陸部にある。バレアレス諸島州の州都パルマデマヨルカの西 20km に、あり、パルマデマヨルカ都市圏を構成する旧自治体の一つで、ある。 アンドラッチ地区の数キロ南、地中海岸には高級リゾート地のポルト・ダンドラッチ地区がある。地中海に近い自治体南部には農地のあるいくつかの谷がある。自治体北部はトラムンターナ山脈の山岳地帯であり、自治体の最高地点は標高927メートルである。マヨルカ島の西岸にはアンドラッチの自治体域に含まれる2.88。 平方キロメートルのドラゴネイラ島がある。ドラゴネイラ島は1995年には自然公園に指定された。無人島であるが観光地であるため、マヨルカ島本土のサンエルム地区から定期便が運航されている。アンドラッチではアーモンド、キャロブ、イチジク、柑橘類、ブドウなどが生産されているが、農業や漁業の従事者は大きく減少しており、 今日の主要産業は観光業である。サントエルグ地区20世紀には人口が緩やかに減少したが、1950年代には人口減少が底をついた。1960年代からは増加し始め、21世紀初頭には人口増加のペースが加速した。アンドラッチは外国人の多いマヨルカ島でも特に外国人比率が高い自治体である。 2014年の調査では、人口の26%に当たる2761人が、外国人であり、内訳は、ドイツ人が853人、イギリス人が364人、フランス人が177人、イタリア人が130人などである。アンドラッチで死去したスティーブン・ゲートリー。ありがとうございます。